青の照一は、将棋騎士、広木津久夫球団門下、騎士番号は百十四、静岡県八荷津市出身、竜王戦一組、通算六期、順位戦 A 級通算十一期、研究派として知られ、A 級通算十一期を数える。A 級に十一期在籍し、その間、大山康春、中原誠、米長国を、谷川孝二等としのぎを削り、さらに、 ハブヨ晴、佐藤康光、森内俊之、藤井武氏等が対等してきた中でも検討した。1999年度の B 級一組順位戦で1位となり、2000年に10年ぶりに A 級に復帰したとき、ハブ世代の騎手たちが A 級の大半を占める中での活躍は中年の星として話題となった。将棋に熱中しだしたのは中学の頃で、 後に一流騎士になった者としては万学である。東西対抗三段リーグ制度の最後のリーグ、卒業者である。青野が関東優勝を決めた後、過去に二度の関西優勝歴があった、淡路ひとししげるが関西優勝をしたため、東西決戦なしで二人が同時に四段に昇段することとなった。その朗報が青野の元に届いた当日、青野が ちょうどタイトル戦の記録係をしていたことは話題となった。プロ1年目で新人王戦に優勝。出場時は4段商談前であったが、2回戦と3回戦の間に4段商談している。プロ2年目には順位戦で C 級1組昇級を決め、さらには第27期規制戦と第2回名勝戦でも本戦で活躍するなど全期市中トップの勝率を上げ、 第3回将棋大賞の勝率1位賞と新人賞を同時受賞。1978年度、公式戦15連勝を記録。同年度、第5期名期戦で優勝。第37期 C 級1組順位戦、第38期 B 級2組順位戦で、共に9勝1敗で1位となり、2年連続昇級で B 級1組に上がる。そして、 B 級一組三年目で9勝3敗1位の成績を収め、1983年 A 級八段となる。その後三期目で陥落するが、一期で復帰している。1979年度、新人王戦で二度目の優勝。記念対局では、前回優勝の時には、敗れた中原誠名人に勝つ、第32回 NHK 敗戦で、 決勝進出。中原誠に敗れて、準優勝。第1回全日本プロトーナメントで準優勝。第24強位戦でリーグ入り。谷川浩二、大山康春、田中虎彦、森康秀光を相手に4連勝する、快進撃であったが、5回戦で、新鋭の高橋道夫との全勝対決で敗れ、挑戦権を逃す。 第46期 A 級順位戦で5勝4敗とし、A 級で初めて勝ち越す。第37期王座戦でタイトル初挑戦。5番勝負で途中まで2勝1敗として、中原誠王座を角番に追い詰めるが、そこから2連敗して惜敗。全局選定番勝利のタイトル戦であった。第3期竜王戦で、高橋、谷川、中原らを破り、一組優勝。 2000年10期ぶりに A 級に復帰。同年史上23人目の通算600勝を達成。次の第59期 A 級順位戦では5勝4敗とし、A 級の順位を自己最高の5位とした。第8回及び第11回の達人戦で優勝。第16回には準優勝。第68期 B 級二組順位戦で、 高級点を一つ抱えた状態で前半戦4、連敗 C 級一組への陥落が危ぶ生まれたが、そこから5勝5敗の差し分けとし、逆に高級点を消した。同じクラスから、元タイトルホルダーの内藤国を森圭二が高級していく中で、ベテランの意地を見せた。2010年、第58期王座戦でベスト4に進出。2011年2月17日、 史上23人目の通算700勝を達成。還暦を迎えて以降も特に順位戦において検討を続けてきた。第70期順位戦で桐山清澄が C 級一組に高級して以降、昭和20年代生まれの騎士で唯一 B 級二組に止まり続ける。なお、当期順位戦では一勝9敗と震るわず再び高級点を喫してしまったものの、 翌第71期は2勝5敗から後半戦3、連勝で5勝5敗の差し分け、翌第72期は4勝6敗と負け越したものの、前期の好成績が影響し高級点を回避した。翌第73期は3勝5敗からの2連勝で5勝5敗の差し分け、翌第74期は、初戦から2連勝と好調に滑り出し、後半戦で、 やや失速し最終局を4勝5敗で迎えた。この対局に勝ち、2期連続で、差し分けの成績により、再び高級点を抹消。第42期棋王戦予選で、千葉幸を六6段に勝ち、10年ぶりとなる本戦に進出。本戦トーナメントでは、糸谷哲郎8段に敗れた。第76期準1戦 B 級2組10回戦で、中田広樹8段に敗れ、 C 級一組に高級した。これにより翌第77期は B 級二組以上に60歳以上の騎士はいなくなることが決定した。商談規定は将棋の段級を参照。竜王戦と順位戦のクラスは将棋騎士の在籍クラスを参照。ありがとうございます。